皆さんこんにちは。大阪のおばちゃん片岡真理子です。今日これね、じゃんじゃんじゃん見えました？そうです、パンダです。パンダといえば和歌山。今日のキッズヨガは和歌山がテーマです。パチ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 。アドベンチャーワールドにはたくさんのパンダがいましたけど、そうですね、和歌山県民皆さんご存知の残念なお知らせです。3頭のパンダが中国に帰ってしまいましたね。そして永明先生ですね、ビッグダディ永明先生も中国に帰られて、和歌山県民の心にぽっかりと穴が開いているところにパンダのポーズからいきたいと思います。永明先生がですね、こう出てくるというポーズをやりたいと思います。永明先生はですね、こうこんな感じでいつもおっとりと出てきます。さあ皆さんもできますか？こうではないですよね。さあアドベンチャーワールドの何かの動物です。英明先生はのっそり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 歩いてこそ英明先生です。でそのまま気に入った笹を見つけたらコロンと食べるポーズです。ちなみにグルメな英明先生でしたよ。さあ次のポーズです。和歌山といえば、皆さん今日は動物で押しますよ。クジラですね。和歌山クジラで、ぜひ知らない人は調べてみてください。クジラといえば大きいので、今日は大きい、お腹も大きい、そしてよく泳いでいるポーズでいきたいと思います。ということでクジラのポーズはこれです。さあ塩でも吹かしてみましょう。さあやってみましょう。さあここからです。大きく揺れています。できそうですか？さあここから背中から出ている塩のポーズです。ここでポイントは素早く立つことです。ぜひ練習してみてくださいね。さあ最後です。これをどう表現しようか難しいんですけど、和歌山といえばそうです、ヤタガラスのポーズです。3本の足のいるカラスですよ。いきますよ、3、2、1。そう、これぐらいかっこよく決めないとヤタガラスになりません。さあ反対側もやっていきましょう。3、2、1。ポイントは顔です。こんな感じ。こうではダメです。ヤタガラスに関しては眉間にシワを入れてという感じでやってみましょう。なんかアニメのなんとか回線とかに見えたお友達、そういう細かいこと気にしちゃダメだぞ。ではヤタガラスで帰りたいと思います。 See you!